皆さん、こんにちは。聞こえているでしょうか？聞こえますか？見えてますかね？見どうてでしまょうか？す。あ、OK。はい、ありがとうございます。それでは、本日も12時になりましたので、わかんないよね、新型コロナ。だから、プロに聞いてみよう、始めていきたいと思います。この番組は、感染症対策のプロをお呼びして、新型コロナについてね、いろいろ聞いていこうという番組です。本日も感染症対策のプロ、国立国際医療研究センター、国際感染症センターの堀成美さんをお呼びしております。本日もよろしくお願いしおます。願いします。はい。そして本日ファシリテーターを務めますのは、私、日本科学未来館科学コミュニケーターの田中咲子です。よろしくお願いします。はい。そして画面には映っていませんが、他のメンバーも番組を支えてくれています。まず、皆さんのコメントを拾ったり、資料を、ね、共有してくれているくれるのは科学コミュニケーターの小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして運営コメントで参加するのは高橋さん、綾塚さん、たくまさんの3人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、この番組でですではですね、UD トークという字幕のアプリを使って情報保障を行っています。ちょっと聞こえづらいよという方なんかは、こちら UD トークぜひご利用ください。ただ、一部誤って変換されてそのまま表示されてしまうことがあるかもしれません。そちらについてはご了承いただければと思います。はい。それでは本日のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、今日のテーマはアビガンは治療薬になるです。このアビガン、結構ね、ニュースで聞きますよね。かなりこう耳にするんじゃないかなと思います。このアビガンについて、科学的なところは私、田中から説明して、医療現場でどうなのかなとか、医療現場の方の声なんかについては、ちょっと堀さんに聞いてみたいなと思っています。ここってどうなのとか、アビガン本当に大丈夫なのとか、気になっていることあるかなと思いますので、ぜひこのコメントにお寄せいただければと思います。はい。それでは、じゃあアビガン治療薬になるっていう内容でね、始めていきたいと思います。じゃあ、まず、そもそもアビガンってどういう薬なんでしょうか。そこからちょっとね、ご説明したいんですが、小林さん、資料139番共有お願いします。はい、資料の139番共有します。はい、ありがとうございます。まずね、アビガンですが、アビガンというのはね、商品名ですね。パッケージとかに書かれるような名前なんですが、一般名で言うと、ファビピラビルと言います。こっちでニュースになること、もしかしたらね、聞いたことあるかもしれません。で、今日はね、アビガンという名前で、お話ししていきたいと思います。このアビガンですが、新型インフルエンザの治療薬として、承認されているお薬です。日本でだけ承認されていますね。毎年ね、冬になると流行るような季節性のインフルエンザについては使える薬ではないんですが、新しいタイプの新型インフルエンザが発生して、かつ今まで使ってきたインフルエンザの薬が効かないような場合のみ、このアビガンっていうのは使えるようになります。で、新型インフルエンザが今後流行するかもしれないので、その時に備えて日本では200万人分、たくさんの数ですね、備蓄をしています。あ、コメントで、新はい。型ってわかるの？って書いてありましたけど、大変いいご指摘で。あ、あ、そうですなんかね。いつもと違うみたいって分かってからの話ですね。そうですね。いつもとちょっと違うって分かったら、これが登場するかもしれないってことかですもね。しれない。はい。しかもすぐには分からないです。そうですね。はい。ありがとうございます。で、新型インフルエンザ用の薬なんですけれども、これまでに、実際に新型インフルエンザの治療薬として、たくさんの人に使われたという実績はありません。ただ、インフルエンザ以外にね、エボラ出血熱とか、あとは、重症熱性血小板減少症候群っていう、はい、ちょっと難しい SFTS 名です前。ね。そうですね。こうした、インフルエンザ以外のウイルスが原因のような病気に対しても、もしかしたらこのアビガン効くんじゃないかっていうので、試験的に使われたことはあるんですけれども、この時もやっぱりね、たくさんの人に使われていたっていうわけではありません。で、このアビガンなんですが、注意点としては、妊婦さんが服用するとお腹の中の赤ちゃんに奇形が起きてしまうっていう可能性があります。あとは他にも腎機能障害とか肝機能障害とか、あとは血液中の、ね、尿酸という値が上がった
上がっちゃったりっていう副作用も報告されているんですが、やっぱりね、一番怖いのはこの、赤ちゃんに奇形が生じてしまうというところ、可能性かなと思います。そういう薬は実際には他にもあるんですけど、じゃあこれを使うしかもうない、他にどうもならないみたいな状況じゃないと、すごく使いづらい条件ですよね。そうですね、誰にでも使えるってわけじゃないっていうところはかなり大きなこう制限になってくるかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこのアビガンって一体どういう作用で、こうどういうメカニズムでこうウイルスに効くのかというのが次の資料です。お願いします。はい、次の資料共有します。はい、まず一番左側にですね、ウイルスの絵がありますね。ウイルスの構造を簡単に示したんですけれども、ウイルスというのはタンパク質の殻に囲まれた構造をしていて、中には遺伝物質である RNA という物質が入っています。この RNA とタンパク質でできている、すごく、まあ、シンプルな構造なのがウイルスというものなんですね。じゃあこのウイルスどういうふうに増えるかっていうと、こう例えば人だったり、まあ、動物なんかの細胞に入ってきて、その細胞の仕組みを利用して増やしてもらうというのがウイルスの戦略なんですね。で、ここの図でもこうウイルスが細胞の中に入っていってますね。そして細胞の中に入るとウイルス この中に入っている RNA というものが、細胞の中に出てきます。そしてその RNA を元にして、その RNA をたくさん増やしたりとか、そこからタンパク質、ウイルスのタンパク質を作るという、ウイルスのこう、まあ、素材を作るというのが、細胞の仕組みを利用して行われます。で、こうした素材ができたら合わさってまたウイルスになって細胞の外にこう出てくるという仕組みで、ウイルスというのは増えているんですね。で、アビガンはどこに効くかというと、この RNA から RNA を作ったりタンパク質を作ったりというところに効いています。この矢印、減らないってことですよね。そうですね、はい、うん、その通りです。体の中でわーって増えちゃうと結果的に病気の進みの方に行っちゃうからですよね。はい、なのでこう細胞の中に入っても細胞の中で増えないようにするっていうのがアビガンの仕組みなんですね。はい、ってことは早めの方が、理屈上は早いうちの方が、増やさない方がいいわけですよね。そうですね、増えてきてしまってからアビガンを投与してもちょっと遅いんじゃないかなというふうに、まあ、理屈上はね考えられますよね。アビガンだけじゃなくてウイルス系の薬はそういうことになりますよね。そうですね。考え方はそうですよね。はい。なるべく最初増える前に叩いておくっていうのが一番こう効く。あ、そうそう。インフルエンザもね。はい。そうですね。はい。っていうような薬かなと思います。ありがとうございます。じゃあこのアビガン、結構ニュースとかではアビガンのおかげで治ったよ、アビガン飲んで治ったよみたいなことを報道されたりしてますよね。結構なんか芸能人がね、こういう報道のされ方してたりもするかな。ブログ記事ですね。あ、そうですね、それもありますよね。テレビでやってたよって来てますね。はい、じゃあそれでアビガンって本当に新型コロナに効くって言えるのかっていうところちょっと考えてみましょう。じゃあ次の資料お願いします。はい、じゃあある薬 A っていう薬を飲んで治ったっていう人がいたとしましょう。じゃあそれって本当にこの薬が効いたんでしょうか。例えばもう飲まなくても治ったかもしれないですよね。風邪とかだったら別に薬飲まないでも寝てるだけで治るっていうこともあると思います。別に薬のおかげじゃないかもしれないよねっていうのが一つ考えられるかなと思います。あとは飲んだだけでちょっと効いた気になってそれで治ったんじゃないの、これプラセボ効果っていうんですけど、プラセボ効果で効いただけで別に薬の成分のおかげじゃないんじゃないかって可能性もあるかなと思います。それからこの人にはたまたまもしかしたら効いたのかもしれないけれども、治療薬としていろんな人に使うってなったら他の人にも効かないといけないですよね。他の人にも効くのとか、あとはこの人は大丈夫だったかもしれないけど他の人にも使ってみて副作用って大丈夫なのっていうところもちょっと心配ですよね。このスライド重要ですよね。はい、よくテレビで健康番組とかこれがいいとか言ったりするから、はい、お子さんとかとね、はい、本当かなって考えるときに役立つスライドですよね。うん、そうですね、うん。私はこれを飲んで元気になりましたっていうのは元気元気怪しいかもしれないですよね。はい。じゃあ、うん、こういう可能性、いろんな可能性があると思うんですけど、じゃあ本当にこの薬が効くのかっていうのを調べるためにはどうしたらいいかって考えてみると、じゃあまずは
薬を飲んだ人と飲んでなかった人で比べてみましょうっていうのが必要ですね。うん、それからプラセボ効果で飲んだ気になったんじゃないのっていう人のこうそういう効果について見るためには、その人が本物の薬を飲んだのか本物の薬に見せかけた偽物を飲んだのかっていうのを分からなくしちゃえば本当に薬の効果かっていうのが見えるんじゃないかと思います。あとは他の人にも効くかっていうのがやっぱり大事になってくるので、たくさんの人を集めて、あとは効果だけではなくてちょっと怖い副作用についてもあるかどうか、どんな副作用があるのかっていうのを調べましょうということが必要になってくるわけです。じゃあちょっとまとめてみると、どんな試験が必要かっていうところ、次の資料です。はい、はい、じゃあこの薬に効果がありますよというためにはこんな試験が必要なわけですね。まずはたくさんの人、対象となるたくさんの人を集めてきます。そしてその人たちを偏りがないように2つのグループに分けましょう。そして2つのグループのうち、ここでは左側に書いた方ですね、介入群と書きましたが、こちらには本物の薬を飲んでもらいます。そしてもう一つ右側の対象群という方には偽物の薬を飲んでもらいましょう。でこの時に、まあ、最初に偏りがないように分けましょうって言ったんですけど、もし偏りがあったらどうなるかというと、例えばこの本物の薬を飲んでもらう左側のグループの方にもともと症状が軽い人ばっかり集まってたら、あ、こっち側本物の薬のグループはすごい良くなったから薬が効いてるっていうように見えてしまう。本当は薬の影響じゃないところが影響してしまうっていうことが起きえるわけですね。なのでランダムに分けるっていうのがまず必要です。そして、まあ、先ほどもお話しましたが、本物の薬を飲んだか偽物の薬を飲んだか分からなくするっていうために、このプラセボ対象と青い字で書いてるところですね、っていうのが、重要になってきます。これでもたくさんの人がいないと難しいですよね。そうですね、たくさんの人がいる病気でないとこれが見ること、患者さんが減ってきちゃうとこういうのってやりづらくなってきますね、うん、そうですね、はい。で、もう一つ青い字で書いたところで二重盲検っていう言葉があります。これちょっと耳慣れない言葉かもしれないんですけど、どういうことかというと、この2つのグループに振り分けられた患者さんも、その患者さんたちのこう症状を見ていくお医者さんも、それぞれの人がどっちのグループに入っているのかっていうのが分からない状態にするっていうのが二重盲検です。これをしておかないと、例えばお医者さんが、あ、この人は本物の薬飲んでるっていうことを知っていたら効くんじゃないかなっていう目で見ちゃったりとか、そういうこうバイアスがかかるっていう可能性があるわけですね。なのでそういった影響を受けないように二重盲検っていう条件にするっていうのが一番理想的な試験というふうに言われています。なのでランダムに2つにグループ分けをして、プラセボ対象を置く、そしてできれば二重盲検という条件にするっていうのが、きちんと効果があるよということを検証するためにはとても重要になってきます。で、新薬をね、新しい薬を開発するときには、これこうしたデザインで試験が行われることがほとんどで、その試験を治験というふうに言います。この治験の中でちゃんと本当に効果があるのかなっていうのを確かめた上で、あとは同時に副作用、どんな副作用が起きるかっていうところも調査していくわけですね。はい、で今治験っていうお話をしたんですけれども、まあ、新薬の開発のステップ、いくつかありまして、治験ももちろんすごく大事なんですけど、まあ、じゃあ治験が行われればそれで、この開発全部オール OK かっていうと、そういうわけではありません。じゃあ新薬の開発のステップってどういうものがあるのか、ちょっと見ていきましょう。次の資料をお願いします。はい、はい、こちらにはですね、真ん中に治験というふうに書いてありますが、新薬が、開発される時のステップを簡単に示しました。まず一番最初、左側のところ、ここでは、薬の候補の物質を見つけてくる、そして本当にこれが効きそうかなっていうのを試験管の中とかで調べるというものがあります。これが基礎研究と呼ばれるものですね。そしてそれで、この薬、この成分いけそうだなってなったら、次の非臨床試験と書いているところに行きます。これはつまり動物実験ですね。実際に生き物に使ってみて効くかどうかっていうのを見ていくような試験です。で、ここでもうまくいったら、次にようやく人で試してみるっていうことが。ネズミよりお猿さんとか人間に近い方がいいんですよね。あ、そうですね。最初は多分ね、ネズミでやると思うんですけど、うん、
その次には猿とか、あと犬とかで、ね、やられたりしますね。はい、でそれでクリアしたら次が治験ですね。で今日は人間に来た、はい、そうです。今日は詳しく話さないですが、治験は第1層から第3層まで、まあ、3段階で試験が行われるようなものですね。でこれが、3年から7年と結構時間がかかるわけなんですけど、これで治験もクリアしたらようやくこの薬を認めてくださいというところで国に、承認申請っていうのをします。で承認申請も審査に大体 1,2 年くらい平均にかかると言われているんですけれども、はい、結構時間かかりますよね。はい、できちんと、まあ、国がこう審査をして、これで本当に大丈夫ですね、この薬はちゃんと認めましょうってなると、ようやく、販売されるようになります。でそこで全て終わりなわけではなくて、その後市販後調査っていうのを行われるんですね。これは何でかっていうと、治験っていうのは、まあ、実際に人に飲んでもらうわけなんですけど、やっぱり対象となる人の数ってそんなに多くはないんですよね。数百人とか、まあ、千人とかそういうぐらいの単位です。なんですが販売されるようになると、一気に何万人とかいう数の人が飲むことになったりします。そうすると治験の時には見えてこなかった副作用が急にポツポツと現れてしまうというようなこともあったりするんですね。でそうした、ことも懸念されるということもあって、市販後にもきちんと副作用がないかなど調査が続きます。はい、これが新薬が開発されるステップでした。そして先ほどですね、まあ、この治験の部分に関しては、ランダム化とかプラセボ対象とか二重盲検というのが大事ですよという話をしてきました。これが、まあ、薬がみんなが、ね、使えるようにするためにとても大事なことなわけです。早く治療をしたい、まあ、今回のコロナに関係なくですけど、早く治療がしたい人にとっては、はい、もうどんどん早くやってよって感じですけど、はい、うん、ここで有効性もそうですけど、安全性も見てるってことですよね。うん、そうですね。やっぱり副作用がない薬ってまずないんですよね。ないですね。はい、何か効果があるっていうことは体に影響しているので、副作用も絶対に出てしまうわけですね。なので、きちんと効果があるか、まあ、副作用があるにもかかわらず飲むだけのメリットがあるかっていうところも調べるのも大事ですし、大きな副作用の問題がないかっていうところ、まあ、起きてしまう副作用についてはどういう条件でどういう副作用が出るのかっていうのをきちんと把握しておくっていうことが大事になるわけですね。はい、っていうのが、まあ、一般的なこう薬の開発についてのお話でした。はい、じゃあアビガンどうなのっていうところですよね。じゃあアビガンの新型コロナへの効果ってどんなことが分かっているのでしょうか。じゃあ次の資料お願いします。はい、実はですね、今のところアビガンに効果があるよっていう明確に言えるデータはありません。でここにはですね、今行われている試験、アビガンが新型コロナウイルスに効くのかっていう、実際に人に対して行われている試験を、ピックアップして並べました。でまず一つ目なんですが、どんな試験かというと、これは観察研究というものですね。これ先ほど示した2つのグループに分けて比較しましょうというような研究ではありません。これはアビガン飲んだ人を、調査していく、その人がどういう症状か登録するんですよね。あ、そうですね、登録してこの人がどんな症状かとか、アビガンを飲んで症状が良くなったのかとか悪くなったのかとか、そういったところをたくさんの数調べていくというのが観察研究です。で、こちらについては、これも今まだ進んでいるところなんですけれども、中間報告のような形で、4月の、日本感染症学会のシンポジウムに、シンポジウムで途中経過が発表されました。で、そこで発表された内容としては、重症患者の6割、軽度や中等度の患者さんで9割が症状改善しましたという結果が見えてきているそうです。ただ先ほども言った通り、薬飲んでない人と比較したというわけではないので、これがアビガンのおかげかっていうと、まあ、そうとは言い切れないわけですね。そうですね。軽い症状とか中等症の人は何もしないで自然に治っちゃってる人たちが入ってるかもしれないと思うと、比較しないとわからないわけですね。そうですね。なのでこの結果からは、まあ、もしかしたら効くかもしれないっていうのは言えると思うんですけど、本当に効くっていうことはやっぱり言えないわけですね。でそこで大事になってくるのが下の2つですね。こちらについては、ランダム化した比較試験が行われています。で1つ目、特定臨床研究というふうに書いたんですけれども、こちらについては無症状の方だったり軽症の患者さんで、
アビが飲んで効くのかというのを、比較するような試験です。こちらはですねプラセボ対象ではないんですけど治療をしていない人を対象にしていて、治療してない人とアビが飲んだ人でどういうふうな差が出るかなというのを調べているような試験です。でこれはまだ、はい、まだ試験が進行中ですね。8月末に終了予定というところで計画が出されています。はい、そして3つ目がこれは治験ですね。これは対象としては重篤ではない肺炎の患者さんが対象となっています。でこちらに関してはプラセボの対象群を置いて試験をしましょうというようなものです。でこちらもまだ試験は進行中で6月末に終了予定というわけです。なので今のところはアビガンに効果がありますよというデータはありません。なんですがこの試験が進んでいくことによってアビガンの効果があるもしくはないということが分かってくるというような段階なわけなんですね。そうですね、はい、ご協力いただいている患者さんとか医療機関の方皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで今、まあ、まさにね試験が進行中でまだ効果がどうこうっていうのは言える段階ではないわけなんですが、でもなんかツイッターとかね例えば見ているとアビガン早く承認しろっていうような声が聞こえてきたりしますよね。どうでしょう。しますね。はい。皆さんは、あとは、記者会見とかで、はい、テレビで放送されたやつで、はい、みんなが飲めるようになります、みたいな受け取り方をされる情報が流れたから、はい、それはいつなのとか、うん、あ、みんな飲むんだっていうふうに誤解をした人たちは多かったかなと思います、ね。うんうんうん、そうですよね。でも実際には、薬、アビガンを飲むっていうためには、こういった臨床試験として、飲むっていうことになるので、誰でも、お医者さんに行けば誰でも処方してもらえるっていう薬なわけではないですね。やっぱりまだ治療薬として確立はしていないというわけなんですよね。はい。あとは、結構メディアで見ていると、例えば、まだ発症していないけれども、リスクの高い医療者の方に配布をしておいて症状が出たらすぐ飲めるようにしましょうみたいなことも聞いたりするんですけど、どうですかね。ちょっと皆さんどう思いますか。そういうふうに危険が発生したらやりましょうっていう別のね全然違う感染症での話はあるんですけど、はい、今回もしそれが本当に良さそうだったらですね、私が信頼しているような超専門家のお医者さんがですね、はい、そういうことやった方がいいよって言うはずなんですよ。はい、私が聞いてるのはそういうことを提案してる方は、まあ、お医者さんじゃなかったり、はい、治療とかその結果に責任を持つ方ではないので、はい、そういう情報が流れてくのは怖いなと思って。そうですね。なんかやっぱりツイッターとか見ていてもお医者さんはこれ今の状況大丈夫っていうような意見を出している方が多いですよね。人間のね、はい、そう、患者さんたちの治療をずっとしていて、ずっと患者さんのそばに、その治療の経過もそばに責任を持っている人たちが、はい、必要じゃないかって言ったときは、うん、よく考えてください。いろんなものを見たり、責任を負いながら考えている方たちです。でも、うん、まあ、患者さんも見てないし、まあ、お医者さんだけれど、別に患者、そういうコロナの患者さん見てない人がいっぱいいますので、はい、まあ、どういう人が言ってんのかなって、うん、特にテレビは ね考えてくださいね、はい、やっぱねテレビだとかなりアビガン早期承認法っていうところだったり効果に対して期待を煽るようなこう表現が結構されているかなと思います。うん、でも やっぱり今のところはね効果がこう示されているわけではないのでそこはちょっと慎重に見ていく必要があるのかなと、うん、はい、思います。で、まあ、アビガンに関しては今こういう状況なんですけど、じゃあちょっとこう過去に学ぶっていうことも必要かなと思うので、ちょっとこう期待がこうどんどん高まっていって、ちょっと怖いことが起きたっていう例をちょっと見てみましょうか。次の資料をお願いします。はい。はい。これはイレッサーという肺がんの薬の例です。でイレッサーというのは、肺がんの画期的新薬だよって言ってかなり期待が高められたんですね。これは、まあ、抗がん剤って、結構他の臓器がん以外のところにもダメージが大きいものが、まあ、多いと
という多かったですね。今の薬はだいぶ変わってますけど、そうですね。で当時はやっぱり副作用がかなり大きいような、他の臓器にダメージを与えるようなものが多かったので、うん、そういった他の臓器のダメージがほとんどないような画期的な新薬だよっていうふうに結構報道がされたんですね。がん細胞のみ狙い撃つとか、副作用が少ないよ、副作用あっても下痢程度だよとかっていうようなこう表現で、かなりこう期待が高まっていました。でやっぱり肺がんの、ね、患者さんだったらこういう報道されたらその薬欲しいって思っちゃいますよね。はい、っていう、こう、背景がある中で、2002年の1月に、このイレッサは日本で世界に先駆けて承認申請が行われました。そして、この薬が実際に承認されたのが2002年の7月なんですね。約5ヶ月でのスピード承認となりました。先ほどの、新薬開発の流れのところで、だいたい承認申請1年2年かかりますよということをお話ししたんですけれども、早かったですね。比べてもかなり早いですよね、うん、で まず承認がかなりスピード承認だったっていうのが一個この時の大きな特徴ですね。でそれから、まあ、承認がされてから実際にこのお値段で保険が適用されて使えるようになりますよっていう薬価修正っていうのがされるまでってちょっとタイムラグがあるんですね。でこの薬の場合は、8月に薬価修正がされたんですけれども、この前の段階、承認をするっていうくらいの段階でやっぱり患者さんの期待がかなり高まってたんですね、うん、早く私に薬飲ませてくださいっていうような声が高まっていました。なのでその声に応える形で薬価修正を待たずに提供開始するっていう、これもちょっと異例なことが起きたんですね。そして、まあ、2002年の8月には薬価修正されて保険適用で、たくさんの人に使えるようになったんですけれども、 その2ヶ月後、約2ヶ月後2002年の10月には、副作用の被害が相次いで報告されるということが起きてしまいました。でこの時は、間質性肺炎という、まあ、肺炎の一種ですねによって肺が障害されてしまったりとか、亡くなってしまうという方もいらっしゃいました。で2002年10月の15日という段階で、亡くなってしまう方が13名いたというふうに発表されています。で、これを受けて、緊急安全性情報というものを配布して医療機関に注意喚起が行われました。この薬を飲むと間質性肺炎で亡くなってしまうこと例も出ていますよというようなこう注意喚起がされたんですね。で、これによって、まあ、急激にこうたくさんの人の副作用が出るっていうのは、まあ、ある程度抑えられたんですけれども、それでも2010年の時点で亡くなってしまう方が847人いらっしゃったというのがこのイレッサの場合でした。で振り返ってみると、やっぱり最初承認される前にかなりこう期待が高まっていて、でそこから承認っていうところが、承認のこう審査ものすごい早かった、スピード承認だったっていうところがあるっていうのが、ちょっとアビガンともしかしたら似てくるのかなっていうところで、ちょっと怖いかなと思ったりするんですが、でも一方でこの薬で救われる人たちも、救われるっていうか、うん、まあ例えば延命がね、なんか少し長くできて、はい、家族と過ごせる時間が長くなったとか人たちもいるので、はい、まあ単純に数字だけの話ではないですけど、そうですね、私たちの学びとしては情報がちゃんと患者さんとかね、現場に行き渡るってことが必要だなって思いますよね。はい、うん、勢いがあるときってすごく、だから、いろんなものを省略してしまってるかもしれないって思うことは考えておいた方がいいかなと思いますね。はい、そうですね。コメントにもあったんですけど、じゃあ、がんに効いたのかっていうところに関しては、うん、効果がある人にはあるっていうことが、ね、はい、分かってます。ですが、まあ、効果がなくて副作用ばかり出てしまうっていう、こう、人もいたりするので、そこをうまく使うっていうところが、やっぱり助かる人がいる薬なので、ちゃんと副作用のことを認識して、どういうふうにこう注意して使っていけばいいのかっていうことを理解した上で使っていくっていうのが、やっぱり重要になってくるかなと思います。でこれはね、やっぱりね、どんな薬についても同じですよね。先ほどもね、副作用ない薬はないよっていう話をしましたが、うん、まあ、副作用があるっていうことを認識した上で効果がある薬を飲んでいく、うまく使っていくっていうところが大事になってくるかなと、はい、思います。そうです。だから他の病気とかお薬、治療でも、患者さんやご家族とお医者さんや薬剤師さんがよくよく話し合って、はいはい、安全に使えるように頑張っているんですね。そうですね。なので、はい、テレビのね、
ワイドショーとかじゃなくて、はい、そういうことに責任を持ってるお医者さんたちのお話の方をよく注目してください、はい、そうですね、はい、ぜひあの、まあ、正しい情報っていう、いうところがよりここにあるよりですね、うん、そうですね、やっぱまだね分かんないことっていうのがとっても多いとは思うんですけれども、うん、分かんないこと多いです、はい、そうですよね、うん、はい、そんな中で、まあ、皆さんねこう治療、まあ、患者さん治すためにねお医者さんなんか頑張ってると思いますし、国もいろいろ頑張ってどうにかこうにかしようとしているっていうのは実際あると思うんですけど、じゃあ今の状態大丈夫なのかな、このアビガンについては大丈夫なのかなっていうところはちょっと冷静になって見ることが必要かなと、はい、思います、はい、ありがとうございます。ということでお話ししていたらあっという間に30分になってしまいましたね。小林さん、何かこう気になるコメントとかあったりしましたか？はい、例えば海外ではアビガンについてどう言われてるんだろうっていう疑問のコメント流れてました。そうですね、アビガンについては私が知っている限りだと、まずは、アメリカで治験が行われていますね。はい、これは、治験の中の3つのステップのうちの真ん中のフェーズ2というもので試験が行われているところです。ですが、まあ、日本のように早期承認みたいなこう期待は高まっていないのかなと思います。はい、あと今日アビガンを例に、まあ、お薬の有効性とか安全性とかを教えていただいたんですけど、実はいろんな候補がありますよね。コメントにもありますけど、イベルメクチンの話とか、はい、あと東大病院とかで始まる別の薬の研究ですね、はい、評価とか、まあ、それがこのすごいコロナのニュースって早いんですよね、スピードが、うん、だから1週間前とか3日前のがなんか全然違ったりするので、はい、決めつけ的な発言って今すごくできなくて、分かんない、分かんないよねっていう中で、どういう人たちが詳しく誠実に検討してくださってコメントしてるかってところが、なんか私たちの安全の気がします。うんうんうん、やっぱ人間の患者さんたちを見ていて、そこで、うん、患者さんたちのためにと思ってやってる人たちの話をよりよく聞いてください。逆にそういう人たちがあんまりアピールしてないんだとしたら、それは何だろうって私は逆に思います。本当に必要だったら、そういう方たちは例えば学会を通じてこうしてくださいとかですね、よく意見を出したりしますので、うん、逆にそういう現場の声ってどうなんだろうっていうのも、まあ、情報を見渡すときにね、参考にしたらいいかなと思いますけど、はい、はい、そうですね、ぜひ参考にしたいなと思います。でやっぱりね、アビガンまだ効果は示されていないんですけど、まあ、これから示される可能性は全然あると思うので、まあ、そうなってきた時にやっぱりお医者さんとかがそういう発信をしてくる可能性っていうのは十分は考えられるので、そういった時にあ、ようやく信じられるようになってきたのかなって思っていただくといいのかもしれないですね。一方で私はこの早くしてくださいとかいう人たちの意見もよくわかります、うんうんうん、やっぱり誰が重症化するかがよくわからなくて、はい、遅くよりは早い方がいいっていう情報を、うん、その2つを並べたらね、うん、副作用は覚悟しますからくださいっていう人はいると思うんですよ、はい、うん、だからそこでなんかこうそういう人たちにもサポートとなるようなコミュニケーションが重要かなと思ってます。今ちょっとネットとかテレビ見ると、そこにあんまりこう、どっちかというと追い詰められちゃう話とか、はい、批判になっちゃうとか、はい、まあ、そこを変えていけたらなと思ってますけどね。はい、まあ、分かんないですからね。はい、分かんないよね、新型コロナですから。はいはい、そうですね。まあ、分かんないっていうことをやっぱり改めて認識した上で、ちょっと冷静になって。分かんないってことの認識は大事ですね。はい。はい、で広くね、ちょっと広く情報を見てみるとまたこうちょっと見え方も変わってくるかなと、はい、思いました。はい、ありがとうございます。それではちょっと時間が過ぎてしまったので、ここで、ね、本日の番組はクロージングに移りたいなと思います。ソリさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、明日もですね、12時ちょうどからこの番組放送する予定です。で明日のテーマですが、新型コロナの素性を探ってみようというテーマです。はい、はい、明日の担当は科学コミュニケーターの山本さんです。はい、山本さんが素性を探ってみようというテーマでやるって結構こう期待が高まって、だって噂とか陰謀とかいっぱいありますからね。そうですね、はい、本当に陰謀か分かんないけど、うん、そうですね、そう、まあ、やっぱり、ね、そこも分かんないよねなんですけど、明日はちょっとそういった切り口で取り上げていきたいと思います。ぜひね、気になることをこちらのコメントだったりスライドという、サイトも準備をしていますので、そちらで、
番組の時間外でも募集していますので、ぜひ、コメントお寄せいただければと思います。はい。それでは本日もお時間、30分ちょっと過ぎてしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではまた明日。